ジアセンションは、アメリカ合衆国のプロレス団体、WWE にて活動している、プロレスラーのユニット。第1次、ザ・センション2011年8月28日、WWE で、アルベルト・デルリオの専属リングアナウンサーとして、活動するから、参加団体の FCW にて、レスラー兼ブローダス・クレイのマネージャーを務めていた、リカルド・ロドリゲスが、 デルリオの父親が運営する店舗の従業員たちの集団という締めでジアセンションを結成。当初はデルリオの部下、またはボディーガードにあたるギミックのためにティトコロン、ラクエル・ディアスを中心としたラテ典型ユニットであり、9月1日にリカルドとラクエルをセコンドに従えて、コナー・オブライエンケネス・キャメロンティト・ブ・エス・ CJ ・パーカードニー・マーロン ジョニー・カーティスの6人制タッグマッチでデビューし、勝利を飾った。最先の良いデビュー戦を行ったもののロドリゲスは、WWE での活動が中心となったことにより、FCW に出場することがなくなりデルリオの部下というギミックは頓挫。新たに怪奇肌アーク系のギミックへと変更となり、ヒールとして特色をより一層引き立てるようにしたが10月には、キトが、 WWE に昇格し、プリモとタッグを組んだことにより、ユニットから脱退となった。メンバーが3人へと減少したが、ラクエルが11月にクイーンオブ FCW、12月に FCW フロリダ・ディーバズ王座を獲得する活躍を見せたが、結局のところユニットから脱退することになった。第二次、ザーセンションリカルド、ティラクエルといったら典型レスラーが全員が、 ユニットから脱退し、オブライエンとキャメロンの二人になったジアセンションはしばらく活動を停止。2012年3月に新たにプロモーションを行うようになり、活動を再開。本格的にタック戦線に乗り込み、5月には FCW と新人発掘番組であった WWENXT が統合して、新生 NXT の初回放送にデビューし、マイクダルト CJ パーカーから圧勝した。6月27日には、ウーソズとの対戦において勝利して挑発したことから、因縁が生まれ構想へと展開。約半年間の長期間の争いで圧倒的な力を見せた。しかし11月22日に、キャメロンが飲酒運転と暴行罪で逮捕されたことが発覚。2011年1月にも飲酒運転で逮捕されていた前歴も重なり、 ウェルネスポリシー違反となって WWE から解雇となった。この事件により、第二次、ジアセンションは自然解散という形で終焉を迎えた。第三次、ザアセンションキャメロン解雇後、オブライエンはシングルプレイヤーとして転校する文字アセンションのギミックは継続。NXT 王座をめぐってビッグ、イーラングストーンやコリー・グレーブスと抗争したが、 NXT 王座を奪取することができなかった。ラングストンとの交想後、フリーランスやインディ団体で活動するレスラーたちとスカッシュマッチを行っていたオブライエンであったが試合後に NXT に長らく出番のなかったリック・ビクターが登場するようになり、7月3日の NXT にてアンディ・ベーカーに圧勝したオブライエンが勝ち名乗りを上げたところにビクターが登場。 そのままリングへと上がり、オブライエンは動じる様子もなく、ビクターと結託し、ジアセンションを復活した。8月より、NXT タッグ王座を奪取することを目論み、当時 NXT タッグ王者であった、エイドリアン・ネビルコリー・グレーブスを標的にして、構想を開始。同月28日に、バックステージにて、グレーブスを襲撃して負傷させたことにより、 タック王座ダッシュへの距離を短くし、9月25日のタック王座挑戦権をかけたタックターモイルマッチに勝利。そして10月2日の王座戦にて勝利し、同王座をダッシュした。11月より、コナー・オブライエンは、コナー、リック・ビクターはビクターへトリングネームを変更。同月より、フニコカマーチョと交想を開始。2014年1月8日。 トルネードタックマッチによる決着戦が行い勝利し、構想は終了となった。2月27日、WWE ネットワーク開局記念に NXT 発の特番、アラバルにて、往年の名タックチームであるトゥークールと対戦。同会かつ変則的な戦法に翻弄されるも、終盤にはビクターがスコッティによるワームを阻止し、ホールオブマンを決めて勝利した。アラバル以降、 ジョバーチームとのスカッシュマッチを続け、5月29日には、PPV、テイクオーバーでは、エルローカルカリストを相手に防衛戦を行い、体格差を生かした戦法で押し切って勝利した。9月9日、メインイベントに出場し、ロスマタドーレスと対戦して、ホールオブマンを決めて勝利した。同月11日、テイクオーバーフェータル4運営にて、NXT タックオーザ挑戦権。 争奪トーナメントにて優勝した、ルチャドラゴンズと王座戦を行うが敗戦し、タック王座を陥落。また、同日に NXT デビューにおいて、マイクパフォーマンスをしたヒデオイに対して、因縁をつけて襲撃するも返り討ちにされた。10月2日、ビクターが、ヒデオイとシングルマッチを行う予定であったが、入場して、リング内へ入ると同時にセコンドであるコナーと共に、ヒデを襲撃。 レフェリーたちが割って入るも、事態を収集することができなかった。同月9日には再びビクター VS、ヒデオのカードが組まれて対戦するが、ドロップキックを決められ敗戦。試合後に、コナーがヒデオの応援者である、船木を捕まえ、痛めつけることでヒデオの気を取り、ビクターが復讐。そして、ヒデオをロープに挟め、船木にホールオブマンを見舞った。 何度も襲撃されるヒデオはついに11月6日にフィンベーラーを連れて登場。12月11日、テイクオーバー、R エボリューションにてコスチュームを変更したヒデオ、ボディペイントとフェイスペイントを施したベーラーに臆する場面があったが、試合では中盤までコントロールした。しかし、最終的にはベーラーとヒデオによるダイビングフットスタンプを決められて敗戦した。 2014年12月12日、スマックダウンにて、フェイスペイントを施した姿で登場を予告する、プロモーションを行った。12月30日、RAW にて、水水道を相手に WWE デビュー戦を行い、ホールオブマンを決めて勝利した。2015年1月より開催する地域を拠点とする、インディーレスラーを相手に連勝を重ねる。 同月5日の RAW では、リー・ジョン・オブ・ドゥーム、デモリッションといったタッグチームを引き合いに出して、自分たちこそが本物だとアピール。最後には、リー・ジョン・オブ・ドゥームの名台詞である、オーホワット、A ラッシュで締めた。1月19日、RAW にて、プロモーションで登場したんぼうのマイクパフォーマンス中に、XPAC のトークを遮るように登場。 ウォーと絶戦を繰り広げるが、それに触発された、解説のジョン・ブラッドショーレイフィールドが、トレードマークのテンガロンハットとネクタイを取り、マイクを手に、リング外を一周するかのようにして、アセンションの二人に対して、マシンガントークを浴びせかけた。そして花道の入り口に立つとおもむろに来ていた、ポロシャツを脱ぎ捨てた。その下から、アパのシャツが現れ、それを見た観客が大声援を送る中、 バックステージからロンシモンズが登場。二人がハグを交わした後、アッパとして、リングイン。アセンションの二人は二つのユニットに挟まれる形で、退治する羽目に陥る。さらにバックステージから、ニューエイジアウトローズが登場。当初アウトローズはアセンションを持ち上げるトークを展開。会場がブーイングに包まれ出したその時、アセンションを襲撃。アウトローズ二人にモテ遊ばれた上。 コナーは、リング下に放り出され、最後はビクターが、ブラッドショーのクローズラインフロムヘルを暗いチンした。1月25日に行われる PPV、ロイヤルランブル2015にて、ニューエイジアウトローズと対戦することが発表された。同月25日、ロイヤルランブル2015にて、ニューエイジアウトローズと対戦。オールドスターでありながら万全の動きを見せる二人に、苦戦するが最後に、 ビリーガンにホール・オブ・マンを決めて勝利した。3月29日、レッスル・マニア31のアンドレザ・ジャイアント・メモリアル・バトル・ロイヤルに出場。連携してマーク・ヘンリーに攻撃して脱落させ、続けてライバックも攻めるが2人まとめて抱えられて落とされ敗退した。9月10日、スマックダウンにてルチャ・ドラゴンズとの対戦中にスターダストが乱入し、 カリストの気を引いているところをビクターが、ランニング STO から最後にファール・オブ・マンを決めて、勝利。このスターダストの乱入により、トリオユニット、コズミック・ウェイストランドを結成。同月20日、ナイト・オブ・チャンピオンズ2015キコフにて、ネビルルチャドラゴンズと対戦し、相手チームの三射域のあったスピードと、空中殺法に翻弄されながらも最後はスターダストが、 コーナーポストに立ったネビルにビクターを押し付け、クイーンズクロスボウを決めて勝利した。2016年4月、コナーがウェルネスポリシーに関する違反を犯し60日間の出場停止処分を受ける。同月20日、WWE ライブにてビクターは、コナーと同様に出場停止処分を受けたアダムローズの代役として、ソーシャルアウトキャストの新メンバーとして紹介された。ありがとうございます。